こんにちは。今日はまたセリアさんのケークという糸を一玉使ってかぎ針ケースを編んでみました。で今回このひし形の模様編みは編み地に厚みが出るのでしっかりしていて安定しやすいというのと、この斜めの部分にマーカーがこう簡単に引っ掛けられて便利なのでかぎ針ケースとしてすごく気に入っていて、で最初にこっちを撮影しながら編んだんですけど、もうちょっと高さを出したかったなと思ったので、底の段数を1段少なくして同じ要領で作ったものがこれで、好みや用途に合わせてどちらにするか選んで編んでいただければなと思っていて、今から編むこちらは底の段数が7段で、こっちのバランスの方がいいなという方は底の段数を6段にして、あとは同じ要領で編んでみてください。今回説明で使用するのはセリアさんのケークの色番7番、かぎ針は7号と8号、あとハサミととじ針と編み物用のマーカーも使います。まずはかぎ針7号で円を編ん で7段目の最後引き抜く手前のところまで編みます。円の編み方は過去の動画でやっているので、編み方がわからないという方は概要欄をご覧ください。かぎ針7号で6目ずつ増やす円を7段目の最後引き抜く手前のところまで編みました。そしたらこの一番最後に編んだ細編みの頭にマーカーをつけます。そして一番最初のこの細編みの頭に引き抜き編みをして、そして今引き抜いたこの目にもマーカーをつけておきます。この段階で円の直径を測ると約9センチ。そしたら次の8段目からはかぎ針の号数を7号から8号に変えて編みます。針を入れ替えて8段目は細編みの筋編みを編むんですけど、まずは鎖編み1目で立ち上がって編み地をくるっと返して、まず一番最初はこのマーカーをつけている目の奥1本に針を入れて、細編みの筋編みを1目、この一番最初のこの目にマーカーをつけておいて、そして次の目からも奥1本に針を入れて細編みの筋編みを1目ずつ編みます。隣にも1目、隣にも1目、最後はこっち側のマーカーの目の同じように奥1本に針を入れて、一番最後の細編みの筋編みを編んだらの最初につけておいたこのマーカーに引き抜き編みをして、これで8段目が編めました。続いて9段目はまず鎖編み1目で立ち上がって根元の目から細編みを1目ずつ編みます。まず根元の目に細編みを編んで、またこの最初の目にマーカーをつけておいて、そして次の目からも細編みを1目ずつ、全部で42目分編みます。最後の目まで細編みを編んだら、最初のノーマーカーをつけた目に引き抜き編みをして、これで9段目が編めました。次の10段目から4段1模様の模様編みに入ります。まず10段目は鎖編み1目で立ち上がって、まず根元の目に細編みを1目。そしてまたこの最初の目にマーカーをつけておいて、そしたら続けて次の目のずっと下にあるこの筋編みのところの上の部分に針を入れて足の長い細編みを編みます。糸を取ってきてぐーっと長めに糸を引き出して、そしてこの2つを引き抜く、また次の目は細編みを1目、次は次の目のずーっと下にあるこの筋のここに針を入れて糸を取ってきてぐーっと長く引き出して2つを引き抜く、これを繰り返します。細編み、足の長い細編みを1目、
最後までぐるっと一周編んで、最後に足の長い細編みを編んだら、またこの最初の目に引き抜き編みをして、これで10段目が編めました。続いて11段目は、まず鎖編み1目で立ち上がったら、さっき前段で最後に編んだ足の長い細編みの向かって左側のこの足と、その次のこの足の向かって右側のこの1本に針を入れて、そして糸を取ってきて、そして今針に糸が2本かかっているので、これを一度に引き抜いて、これで足がちょっとこう引っ張られた形になって、こんな山の形になりました。そして今編んだ目にまたマーカーをつけておいて、そして次の目に細編みを1目編みます。次の目というのはこの足の長い細編みの頭ですね。こっち側の足が引っ張られているんですけど、これですね、この目に針を入れて細編みを1目、そしたらまた今度残っているこの足と、その次の足の長い細編みの右側に針を入れて、そして糸を取ってきて、またこの2本を一度に引き抜く、そして次の目に細編みを1目。11段目はこれを繰り返します。次の足との足に針を入れて取ってきて、2つ引き抜く、次の目に細編みを1目。最後まで順番に繰り返します。ぐるっと一周編んできて、最後の細編みが編めたら、またこのマーカーの目に引き抜き編みをして、これで11段目が編めました。そして続いて12段目は、鎖編み1目で立ち上がって、今度はこの真下にあるこの三角形のこの部分に針を入れて、足の長い細編みを編みますですね。ここに針を入れて取ってきて、ぎゅーっと長く引き出して、2つを引き抜く、そしてまたこの最初の目にマーカーをつけておいて、そして次の目に細編みを1目。12段目はこれを繰り返します。次のこの目のここですね、この三角になっているところにスッと針を入れて取ってきて、ぐーっと長く引き出して2つ引き抜く、そして次の目には細編みを1目、ぐーっと引き出して足の長い細編み、通常の細編み、最後までぐるっと編んできて、最後の細編みを編んだら、この最初につけたマーカーの足の長い細編みの頭に引き抜き編みをして、これで12段目が編めました。続いて13段目は、まず鎖1目で立ち上がって、根元の目に細編みを1目編みます。この目にマーカーをつけて、そしたらこの真下にあるこの足の長い細編みの向かって左側のこの足と、その次の右側に針を入れて、そして糸を取ってきて、この2つを引き抜く。13段目はこの2つの編み方を交互に繰り返します。なので次は次の目の頭に針を入れて細編みを1目、2つの足に針を入れて引っ掛ける細編みを1目、次の目に細編みを1目、次は引っ掛ける細編みを1目、をぐるっと一周繰り返します。
一番最後引っ掛ける細編みを編んで最初の目に引き抜き編みをして、これで13段目が編めました。10、11、12、13と4段1模様の模様編みが1セット編めたというところなので、14段目以降もまた10、11、12、13を繰り返して、そんなにたくさんは残ってないんですけど、まだもうちょっと編めそうなので、できるところまでもう少し編み進めてみます。次の14段目だけ少しやりますね。鎖一目で立ち上がって根元の目に細編みを一目して、マーカーをつけて、次の目はこの三角の真下のところに針を入れて長く引き出して2つを引き抜く、細編みを一目、三角のところに針を入れて長く引き出して2つを引き抜く、これを繰り返します。細編みと足の長い細編みを繰り返して最後まで編めたら、最初の目に引き抜き編みをして、これで14段目が編めました。15段目以降も同じように4段1模様の模様編みを繰り返します。模様編みを繰り返して今21段目まで編みました。いい感じにちょっと余っているので、最後引き抜き編みを1周して終わります。21段目の最後引き抜き編みをした目の次の目から引き抜き編みを一目ずつ、こんな感じでくるっと一周繰り返します。引き抜き編みをぐるっと一周編んだら、糸始末分の糸を引いて糸をカットして糸を抜いて、編み終わりの糸端をとじ針に通して、そしてこの最後の鎖の部分をきれいにつなぎたいので、一番最初に引き抜き編みをした目に針を下から入れて糸を通して、そしてこの糸が出ている目に戻って編み地の後ろ側に向かって糸を引いて、そして鎖の大きさが揃うようにキューッと糸を引っ張ったら、あとは編み地の裏側にくぐらせて糸始末をします。余分な糸端はカットして、そして中心の糸端もちょっと忘れていたので、これもペンケースの内側にくくる方の面にくぐらせて糸始末をして、で形を整えて、これで一玉で編むかぎ針ケースが編めました。サイズを測っておくと、の深さの部分が約 7.5 センチで、この上の部分の円の外側の直径を測ると約 10.5 センチ、高さがちょっと低め で直径がやや広めなので、かぎ針の号数がすごく見やすいので探しやすそうな感じです。で、同じように一玉で編める範囲でもうちょっと高さのあるバージョンも見てみたいなと思うので、底の段数6段バージョンをこの色番1番で編んでみます。こんな感じで程よい高さに仕上がりました。サイズを測っておくと、底の直径が約 7.5 センチで、そして深さが約 10 センチ、この上の円の外側の直径が約 9 センチですね。こっちは模様編みが3模様分で最後引き抜き編みをしたんですけど、こっちは 4.5 模様分編めて、で最後糸があまり残らなかったので引き抜き編みなしで編みっぱなしで終わっています。今回はかぎ針ケースとして編んだんですけど、こうやってペンケースにしたりとか、あとマスカラとかね、細長いタイプのメイク用品の収納だったり、いろいろな用途で使っていただけるんじゃないかなと思いますし、なんせね、今回も一玉で編めるので、よかったらケイクの好きなカラーを選んで編んでみてください。ということで今日は以上です。ありがとうございました。